カイゼリン・ウント・ケイニ・ギン・マリア・テレジアは、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の総攻巡洋艦。第一次世界大戦前に最初に巡航させた、総攻巡洋艦であり、同系艦はない。艦名は、18世紀のハプスブルク家当主であった、皇后、ジョー・マリア・テレジアにちなむ。本艦は、フランス海軍が、総攻巡洋艦、デュピード・ロームを収益させたことから、 その影響を受けて、同等のコンセプトで建造された艦である。同時代の防護巡洋艦カイザー、フランツ・ヨーゼフ一世級を拡大したような外艦となった。建造費は約750万クローネであった。本艦の武装、装甲配置を示した図。上面図は上半分が最上艦ン下半分が主艦ンの配置図である。 バーベットの後部が尖っているのは溶断機と装填装置があるため、波の穏やかなアドリア海での運用が主であることから、船体形状は海元の比較的低い平ら板型船体とした。艦首水栓下には昇格を有している。艦上には、前後甲板に 24cm 単装手法各1機を置き、艦中央部に、環境、各2本のミリタリーマスト、 煙突を配置した前後シンメトリーに近い配置形態とした。中央部の煙突周囲は探偵乾板となっている。15センチメートル複方は単装砲和で装備された。配置は前後の主砲頭部分原則のケースメート部に各一機船体中央部探偵乾板下の半円形の張り出しに片弦二機の計八機である。搭載にあたって、 副砲の守備線方向への社会を確保するため、前後の主砲陶原側部に配置された副砲は、船体の一部を切り替えて設置し、また船体中央部の副砲は張り出しを設けて、設置している。この部装配置により、艦守備方向に 24cm 砲1門と 15cm 砲4門が、 減速方向には24センチメートル砲2門と15センチメートル砲4門が試行できた。主砲はクルップ射精 C8624 センチメートル砲を採用した。重量140キログラムの主砲弾を使用し、行角25度で射程距離13,000メートルであった。この砲をフード付き砲塔に収めた。砲塔の不揚能力は仰角25度。 深く4度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、主方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾装填は主に電気で行われ、補助に人力を必要とした。砲弾の装填角度は、行角4度で固定され、発射速度は2分間に一発であった。 あとに1906年8月に旧式化した手法を、時刻四股打射性 19cm 砲に換装した。この砲は、同時期の戦艦、エルツヘルツオーク・カール級の副砲にも採用されている。重量 97kg の手法弾を最大行角20度で、射距離2万メートルまで届かせることができた。路方等での搭載都市、搭載数も換装前と同じである。 砲画の行角は20度、深く3度、旋回角度は、守備線方向0度として、左右150度の旋回角が可能であった。発射速度は、毎分3発であった。副砲は、クルップ製 C-86-15cm 砲を採用した。重量 45.3kg の砲弾を、行角30度で 1800m まで、届かせられる性能を持っている。 この砲を単装砲がで8揮搭載した。砲身の上下角は、行角30度、深く5度で、左右の旋回角度は、原則方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分4から5発である。他に、耐水雷艇迎撃用に、シュコダ車星4.7センチメートル速射砲を、単装砲がで12機と、 フランスオチキス射星 4.7cm 速射砲を単装砲画で6機装備した。水雷兵装として 45cm 水中魚雷発射管を単装で4機装備した。本艦は春工後の1895年にドイツのキール運河開通式典に参列した。1896年にはナフパクトス地方に派遣され、1897年には クレタ島沖に派遣された。米西戦争が勃発すると、キューバの自国民保護のために派遣された。1898年5月9日にポーラーを出発。戦闘のあった7月3日にサンティアーゴでクーバに着いた。ため、スペイン間と間違われて、アメリカ戦艦、インディアナに攻撃されかけた。同地で、オーストリア人とドイツ人80名を乗せると、ジャマイカへ向かった。 1898年12月13日、ポーラに戻った。1900年に勃発した義和団の乱において海外の自国民を保護するために派遣された。帰国後の1906年に第一次近代化改装を実施。1909年から1910年にかけて第二次近代化改装を実施。 改装後の1911年から1913年にかけて、東部地中海に派遣。老朽、旧式化のため、1914年から1917年の間セベニコにて、港湾警備官となる。1917年2月に武装を撤去、陸揚げし、ポーラ湾にて、ドイツ海軍潜水艦の宿泊艦として使用。第一次世界大戦後、 1920年1月にイギリスへの賠償管に指定されてエルバ島にて解体処分された。ありがとうございます。